どうも皆さんこんにちは、リアルです。今回はリベレーションズでアポシコンマスクというものの、試作法をご紹介したいと思います。アポシコンマスクとかシャドーマンマスクとかね言われてますけども、このマスク非常に強いてかね、もう最強のマスクです。もう最強も最強、何が最強かというと例えばジャガーノグを飲んでない状態での体力というのは、3発目ダウンですよね。ゾンビに2発まで叩かれたらもうマッカーで3発目で死ぬという感じですけども、ジャガノグありますよね。ジャガノグ飲みますと4発まで耐えられて5発目で死ぬという感じですけども、なんとですね、このアポシコンマスク装備しますとなんと9発まで耐えられて10発目で死ぬという素晴らしい状態のマスク、ものすごい強いです。なのでジャガーノグを飲んだ状態でアポシコンマスクを装備するとなんと9発まで耐えられて10発目で死ぬっていうことですよ。もうやばいですね。まあいわゆる倍ぐらいのね、ジャグの倍ぐらいの能力を持ってるっていうね、そのスーパーマスクの取得方法を今回ご紹介したいと思います。でね、取得方法がですね、今までのそのマスクに比べて少し難しくなってますね。やはり強いだけあって、でも手順さえ知っていればまあそんな苦労することはないだろうという感じですので、今回はね、そのアポシコンマスクの取得方法をご紹介したいと思います。まあそのジャグの体力上昇以外にも足の持続力が、走る持続力がなくなったりとか、そういうのもあるんですけど、それはまたね、後ほど詳しく解説しますんで、とりあえず、解説の方行きたいと思います。で、この動画の方なんですけども、こちら、今、私がいるところは、アポシコン内。アポシコンっていうか、でかいあれですね、パッカーパンチペアですね。パッカーパンチペアの体内、でかいモンスターの体内なんですけど、この場所で、特定のモンスターを一定数倒し続けることによって、そのアポシコンマスクが入手を奪っています。で、この中なら何でもいいのかっていうわけじゃなくて、この中にいると、だいたい5分ぐらいに1回かな。5分ぐらいか、5分から10分ぐらいに1回、緑色の霧が発生します。その緑色の霧が発生するときに、こいつが、こいつっていうか、この腹の中でブオーっていうね、ちょっと揺れてね、なんか、雄たけびみたいなのが聞こえるんですぐ分かると思います。それが起こると、真ん中がね、周りがね、緑の霧に包まれます。で、現在見ていただいているのは、まだ霧が発生しない状態ですね。で、まあ、しばらくね、経つとね、霧が発生します。で、そこまでカットしようか。ちょっと危ない。お、来ました。お待ちかねの切りタイムでございます。はい、今の音が聞こえますとあれですね、緑色の霧、現在ボーナスラウンド中ちょっとね分かりにくいんですけどね、緑色の霧が発生してるんですよ。で、緑色の霧が発生した状態でこの真ん中のね、ちょっとこの黄色い液体の水たまりみたいなのがありますよね。ここで、一定数のモンスターを倒していただければ大丈夫です。で、緑色の霧はですね、大体5分ぐらいするとまた消えてしまいますので、また消えてしまったらまたね、トレインでもして、次の霧の発生を待っていただくという感じになりますね。でね、倒していただくモンスターの種類なんですけども、とりあえずゾンビ、通常のゾンビ以外すべてですね、いわゆる特殊系モンスターをすべてです。まあ、何かと言いますと、飛んでるカトンボ、あれはパラサイトって言うんですけど、パラサイト。で、四つん這いで、迫ってくる、今回の新モンスターであるアポシコンフューリーで、シャドウズ・オブ・イーボーとかでもおなじみの、キーパー、ゲートキーパーですね、キーパー、そして、絶望の島でおなじみの、クモ、スパイダー、そして、シャドウズ・オブ・イーボーのボス的存在、マルグアで、デア・アイゼンドラッハのボス的存在、パンツァー・ゾルダーとの、で、全部かな？で、全部でしょうかね。うん、多分全部だ。というわけで、そのモンスターを緑色の霧が発生している状態で真ん中の黄色い液体の溜まっている場所で、キルをしていただくことで、達成することができます。で、これね、キルしていただくね、数がちょっとね、異なってて、マルグアとかゾルダードとか強い連中はそんなにキルすることはないんですけど、こういう今飛んでるカトンボとか、後ろから歩いてきたキーパーさんとかはもうちょっとね数がいるんですよ。で、この、まあ、数なんですけど、大体5体から10体、スパイダー、ゲートキーパー、アポシコンフューリー、
は、あとは雲か。あと雲は、大体5体から10体ぐらいここで殺していただきます。で、殺していただくと、音が鳴るんですね、なんか。音が鳴ったら、とりあえず OK。その音はまた後でお店、またお聞かせしますけど、その音が鳴ったら、そのモンスターのチャレンジは終わったよって感じですね。だから今、例えば、そのアポシコンフューリーをこの緑色の霧が出てるとで真ん中で殺してたと。で、殺してたらなんか、あ、音鳴ったなってなると、それはアポシコンフューリーのもチャレンジは OK ってことです。もうアポシコンフューリーはもう殺さなくていいよっていう合図ですね。そんな感じです。で、まあ、その5体から10体を倒していただくのは、まあ、その、あれなんですけども、その今、ちょっと弱い連中なんですけど、強い連中、いわゆるマルグワとかゾルダート、まあ、ボス級のやつ、ちょっと中ボス級のやつですね。その連中は大体1体で構いません。でも、1体っつっても、あのね、ちょっとね、注意があるんですけど、パンツァーゾルダート。パンツァーゾルダートは、キルするのではなくて、ヘルメットっていうかね、仮面が剥がせますよね。あの仮面を剥がせば大丈夫そうです。あのキルしなくてもいい。まあ、キルはすることになると思うんで、キルしなくてもいい。逆に、キルしても、あの仮面を剥がせなかったらアウトです。だから、仮面ってか、頭をよく打ってください。頭を打って、ヘルメット剥がせさせれば、多分音が鳴ると思います。なので、パンザドルダートは、キルではなくて、ヘルメットを剥がすが、条件になってます。で、もう一個、マルグア。これはね、あのね、1体でいいって言ったんだけど、ちょっとね、語弊があるんですけど、3種類今回、このマップ丸グア出てきますんで、その3種類を1体ずつですね、まあ、計 3体、まあ、計3体つってもその種類があれなんですけど、まあ、各種1体ずつ計3体ですね、まあ、出てくる丸グアさんは炎タイプで闇タイプで通常タイプの3種類なんですけど、そいつらを全員、1体ずつ殺せば多分音が鳴ると思います。もちろんね、まあ、何度もすごく言いますけど、緑色の霧が発生している状態で、真ん中の黄色い、ここですね、黄色い、湖というか、なんかちょっと胃液の溜まったところで殺していただく必要があります。で、注意なんですけど、ここね、意外にね、回ることは回れるんですけどね、ボス級が出てきたときはちょっと積みにやすいので、アポシコンサーバントやサンダーガンもしくはゼウスキャノンを持ってると、なおさら安定します。あとね、リトルアーニーとか DG4 があれば、もっと楽ですね。最低でもアポシコンサーバント欲しいかなって感じがしますね。アポシコンサーバントかサンダーガンどっちが欲しいかなって感じがします。まあダクテもいけますけどね、相当ちょっとシビアな戦いが始まると思いますんで、そこだけはご注意ください。というわけで、それでは、まあその全員殺していただくと、チャレンジが終わるとまたちょっと違った音が鳴るんですよね。なんかさっきと違う音が鳴るんですけど、それがチャレンジ完了の合図ですね。その音が鳴れば、木のデアトーテンのマネキンのところに行っていただくと、そのアポシコンマスク、いわゆるシャドーマンマスクが手に入ることができます。というわけでね、今からお見せしますのは、そのチャレンジを達成した時の音と、その各種チャレンジ、いわゆるその例えばアポシコンフューリー、アポシコンフューリーで、マルグア、マルグアで、パンザドラドゾルだと、その各種その中間地点の通過の音も、お聞かせしたいと思います。それでは、こちらの方の音になりますので、よかったら聞いてみてください。どうぞ。あ、終わったんじゃね、終わったんじゃね？終わったんじゃね？終わったんじゃね？はい、というか先ほどの音が鳴りましたら、木のデアトーテンの方に来ていただくと、こちらですね、アポシコンマスク、まあ、シャドーマンマスクと言いますけど、こちらの方が取ることができます。まあ、こいつの効果、全敵からのヒットプラス1、ダッシュ接続時間上昇、全ての敵に対するダメージ 50% 減、増ですね、申し訳ない、全敵からのダメージ 33% 軽減というわけでね、これがものすごい強い。で、まあ見た感じね、ジャグとスタミンアップの、なんですか、アイコンがついているというね、なんかすごい感じのやつになってますけども、すごいですね、これ。これがね、やっぱりね、9発まで耐えれるんでね、相当強いんですよ。まあ、トレインとかね、まあ、その、まあ、小森でもそうですけど、高ラウンド目指した人はね、ぜひともこれをね、低ラウンド中に取っておいたら、高ラウンドがめちゃくちゃ楽になると思います。
でね、ちょっとね駆け足で説明してしまったんで、何か分からないことがあればね、またコメント欄の方でよかったら質問していただければ、まあ、答えさせていただきますんで、よろしくお願いします。それで今回は、リベレーションズの最強マスク、アポシコンマスクの、取得方法を解説をしました。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。おつ。